成功したい、雇われ、個人事業主のどちらの方にも、そう願い続ける人は多いことだろう。この願いは、我々労働者の中では、永遠のテーマと言っても過言ではない。しかし成功するために、何をどう行動に移せばいいのかがわからない人が、ほとんどではないだろうか。成功するための基本であり、最も重要なことは、習慣を変えることだ。成功したいと願う。今のあなたは、現在成功しない人であるということだ。なぜ、あなたがまだ成功をしていない人でいるのか？その理由は、至って単純で、あなたの習慣が成功しない人の習慣のルーティーンになっているからだ。習慣を変えれば、あなた自身の人間が変わる。そうなれば、おのずと成功が近づいてくるというのは、成功者になるための鉄則だ。では、具体的にどうすればいいのか？この書では、成功しない人によく見られがちな改善しなければいけない習慣をピックアップし、具体的にどのように改善をすればよいのか説明していこう。その1、成功しない人はリスクヘッジをしない。成功しない、仕事ができない人はリスクヘッジをしない。リスクヘッジとは、リスクを回避するための対策立て、実行することである。リスクヘッジは、仕事をする上での基本行動であり、目標に対する行動だけではなく、普段の生活にもついて回る。成功しない人は、普段の生活からリスクヘッジができない人ばかりだ。例えば、午前10時に品川駅で待ち合わせをしたとしよう。この時、あなたは何分前に現地に到着するだろうか。一度イメージしてほしい。10分前から15分前が無難ではないか？と思う人が多いだろう。待ち合わせする相手によっては、待ち合わせ時間ギリギリでも問題ないという考え方を持つ人もいるのではないか。すぐにこの2つの考え方に至る時点で失格だ。なぜなのか？この考え方は、時間という数字にだけとらわれてしまい、物事の根本にあるリスクへの対策方法が全くないからだ。電車で向かう場合、何かしらの事情で電車に遅延が発生しないか、車で向かう場合、何かしらの事情で渋滞に巻き込まれないか、徒歩で向かう場合、何かしらのトラブルに巻き込まれないか、このような起こりうるリスクに対して何も考えていない。私生活からリスクヘッジが習慣づいていなければ、仕事でのリスクヘッジなんてできるわけがないのだ。交通機関の事情で遅れるなら致し方ないのでは？と思われる方は多いだろう。確かに、普通に会社に出勤するだけであれば、駅の窓口でもらった遅延証明書を提出すれば許されるだろう。しかし、大事な取引先との商談で、会社とあなたの命運がかかっている場合も、あなたは同じ考え方でいるのだろうか？交通機関の事情であっても、取引先は、この会社の人は、リスクヘッジができない。計画性がない人がいる企業と取引をするには不安だと思う相手もいる可能性は十分あり得る。取引先に遅延証明書を提出する文化は今まであっただろうか。正解はあらゆるリスクに備えて早めに現地に到着するということだ。現地に早く着いてしまうと手持ち無沙汰になってしまう。そんな時は最寄りのカフェでコーヒーでも飲みながら時間を潰せばいいだけだ。その間にできる仕事もあるだろう。普段から何事に対してもリスクヘッジの組み立てができなければ仕事での取り組みなどできるわけがないのだ。その2、成功しない人は先入観で判断する。先ほどのリスクヘッジの章で、私は交通機関の事情であれば仕方がないのではという考え方に対する警鐘を鳴らした。この考え方は、交通機関の事情で遅れたのであれば相手は分かってくれるというあなたの勝手な先入観にも警鐘を鳴らしている。仕事をする上で最も不必要なものは先入観だ。ほとんどの人が同じ考え方を持っているだろう。一般的にはみんなこのような考え方だろうというだろうは禁物なのだ。皆さんは自動車の運転免許を取得したことがあるだろうか。教習所では座学で必ずだろう運転は絶対にしてはいけないと教えられる。交差点を通るときに歩行者は飛び出してこないだろうと思ってはいけないと教えられ、たとえ青信号であっても 1% 以下のリスクであっても意識して安全な運転をしなければいけないと言われたことがあるはずだ。交通事故は、この道は歩行者が出こないから大丈夫だろう、この道は交通量が少ないから少し速度をオーバーしても大丈夫だろうという慢心によって引き起こされるのだ。これは仕事でも例外ではないだろう。仕事をしてしまえば様々な失敗が起こる。3がやってもダメだったから自分がやっても無理だろう。このタイプのお客様には今ある商材を売ることはできないだろう。このような先入観を持つだろう。仕事はただの怠慢でしかない。しっかりと分析をした上で取り組まなければ意味がないのだ。だろう。仕事は本当に骨の髄まで仕事をやりきった人が初めて意識することが許されるものだ。あなたは本当に仕事をやりきっているだろうか。今一度自分自身の仕事っぷりを見直してみてほしい。自分だけではなく周りの人たちと一緒にどのような仕事ができているのか、ディスカッションすれば改善するべき点がよく見えてくるだろう。
その3成功しない人は他人のことを容易に決めつける。人の性格は多種多様と言ってもいい。この世に自分と全く同じ性格の人間は存在しないし、それが故の衝突が必ずついてくる。日本の人口が1億2000万人なのであれば、この日本には1億2000万種類の性格が存在するわけだ。よく関係を持ってからあまり時間が経っていない人に対し、3のようなタイプの人、よくわかる。3のタイプは、あのような仕事をする、とたやすく発言する人がよく見受けられる。この安易な行動と考え方は危険項目としかなり得ない。このような発言は、行動は人に対して極めて失礼であり、人のやる気を削ぐことにしかならない。特に部下に対してはもってのほかである。この人はどういった経験があり、安易にこの発言をしたのだろうか。あなたは簡単に人を見極められるほど優れた人間であると自信を持って言えるのか。1億2000万通りの性格が存在するのに、どのような分析ができるのか、甚だ疑問なのである。これは先ほどの先入観にも通じるもので、その人のタイプを決めつけるのではなく、その人とどうやってうまく仕事をしていくかを分析していくことが大切だ。部下であれば、人間タイプを決めつけるのではなく、どのようなタイプなのかを分析し、育成方法を組み立てるべきだ。簡単に人を決めつけては、人は愚か、成功もついてこない。このような人に限って、人の好き嫌いが激しい傾向にある。食べ物の好き嫌いが激しい人は、食べたことがない食材まで見た目だけで嫌いだと言い張る。おかしな話である。確かに食べ物に見た目は大事だろう。しかし本質的な味は自分の口の中に入れてしっかり噛み砕いて飲み込んでみないとわからない。人間も同じだ。あなたは自分勝手な感覚や雰囲気だけでその人のことを嫌いと判断したことはないか。私にだって嫌いな人間は多数いる。しかしその人たちを一度でも本気で飲み込んでみないと本質はわからない。どのような人間にも誠心誠意、心の底から本気で接することが不可欠なのだ。そうすればいかなる結果になろうが、あなたにとって今後の人生に生かされる貴重な経験になる。いかなる状況でも後ろを向かない習慣づくりこそが成功への近道なのだ。その4、成功しない人は言い訳をする。何度も同じ目標に対して未達になる人や失敗を繰り返す人間の典型的な負の習慣は言い訳をするということだ。言い訳とは目標達成ができなかった原因を外に求めている行為だ。失敗を招いたのは他ならぬあなたなのだから、外的要因を垂れ流すのは馬鹿げた行為である。私が営業時代に聞いていてツッコミを入れた言い訳とそれに対する答えを書き記していこう。気がつけば周りに忙しいスケジュールが組まれてしまい集中して取り組めませんでした。自分でスケジュールを効率化して集中できる環境づくりができなかっただけだ。ただの怠慢である。今月は組まれる予算が高すぎて期間中に達成が不可能でした。高い予算を組まれた時点で諦めていたのか。どのような取り組みが失敗要因になったのか考えないのか。上の人が動いてくれなくてチームとして機能しませんでした。先輩や上司に依存するな。上の人間が頼りないと愚痴を吐く暇があれば、自分が管理者目線で仕事をする努力をしろ。これはほんの一例に過ぎないが、言い訳をする人たち一つの共通点がある。それは自分の行いを原因に従らないということだ。言い訳は自分が怒られないための防御手段にあたる。言い訳をする人は失敗するときに言い訳をすることが習慣化してしまっている。習慣化してしまっているということは失敗することも習慣となってしまい、成功しない人の慣性となってしまうわけだ。成功をする人は言い訳をしない。どのような振る舞いをしているのか一度参考にしてみよう。その後、成功する人は言い訳をしない。自分以外のせいにしない。多くの成功事例を収めてきた人にも失敗した経験は当然ある。ありきたりな言葉だが、成功は数多くの失敗があったからこそ出来上がるものなのだ。しかし失敗した時の習慣が非常に重要だ。残念ながら多くの人は4章で述べたように外的要因ばかり垂れ流す言い訳というスピーチを開始する。これは非常に良くない習慣で、これを繰り返すことによって失敗につながった本質的要因を分析する思考回路が育てられないのだ。成功を収めている人は常に自分の取り組み内容に問題があったのではないかという基本思考を持っている。私は今このことを書いていて非常に恥ずかしい、そして情けない。なぜかこの習慣は成功する人間にとっては至って当たり前の習慣であるからだ。成功する人間からすれば、失敗した原因を外に求める行為はありえないのだ。失敗を招いた場合、まず先に自分自身が行った取り組みに不備が全くなかったと言えるのかという意識を持ち、検証を行うことが第一になる。
これを人は真摯な姿勢と呼ぶ。仕事に対して本当に真摯に向き合っているのであれば、失敗した原因を外に求めることはしない。言い訳の垂れ流しをする人は、仕事に対して真摯に向き合っているふりをしていると思っていただきたい。自分はしっかりできているという過信は持つべきではない。管理職に人の言い訳の代表的な例はこうだ。私はしっかりと指示を出したのですが、部下の力が及びませんでした。これは管理者としての指導不足を棚上げし、全ての責任を部下に押し付ける極めて愚かな行為だ。まず指導者として至らなかった点はないだろうかと考えることが先になる。部下の力が及ぶようになるのが管理者及びリーダーとしての職責だ。この意識がなければ幹部は愚か、部下からも信頼を得ることはできないだろう。その6、成功しない人は関心がない。世の中にはありとあらゆる情報を得ることができる。今の時代はインターネットという便利なものがあり、トレンドの移り変わりが以前よりも激しくなった。ここで一番時代に取り残されてしまうのは関心がない人だ。あらゆる情報にアンテナを張っていなければ、時代に合った成功方法を見出すことは不可能と言ってもいい。要するに情報収集能力に長けていなければいけないわけだ。普段から物事に対して関心がない人は、いざ自分が知りたい情報や知識を得ることに苦労してします。これは情報収集をする習慣が身についていないからだ。普段からどのような情報も自分の身になるという意識を持ち、情報収集を習慣化していれば、どのような場合でも必要な情報を収集し、仕事の業務効率化を図ることが可能になる。情報収集をしない人の典型的なパターンが一つある。皆さんはほとんどがスマートフォンを所有していることだろう。スマートフォンはいつでも片手で様々な情報収集が可能な優れもので、今や生活必需品と言ってもいいだろう。しかし、スマートフォンの操作でわからないことがあれば、あなたはまず最初にどういった行動に出るだろうか。販売店に行ってわからないことを聞いてみる。周りの人たちに聞いてみる。悪くはない選択肢ではあるが、これは根本的に間違った行動パターンだ。よく考えてみよう。先ほど、私はスマートフォンはどのような情報も集めることができる優れものだ。では、なぜあなたたちはこのスマートフォンを使用して自分がわからない操作方法を調べようとしないのだろうか。この時点で物事に対しての関心が低いと言っていい。関心とは自ら率先して情報を知ることだ。周りの人たちに聞くという行為は依存している人が行うもので、関心があるとはお世辞にも言えない。自分で努力して情報収集しても参考となるデータがない状態で初めて人に聞くのだ。このような細かな習慣から改善しなければ、成功者の習慣は身につかないだろう。その7、成功しない人は新しいことに対する挑戦をしない。大きな成功事例を作り出せない人は、現状維持を求める保守的思想主義の人が多い。別に現状維持が悪いというわけではないが、あらゆる業種で大きな成功を収めるには保守的思想は必要なものだ。一度保守的な行動パターンが身についてしまうと、意欲的な行動は取りにくい。その人の中で安定した行動パターンが永遠にループすることが習慣化されていまうからだ。成功を目指す人の思考は常に新しい取り組みを考え、成功の規模を拡大できないかと考える。これは大規模な成功を収める目線でなければ、平均的な成功を収められない。平均的な成功を収める目線で取り組めば、平均的な成功に届くことはできないという思考が基本となっている。この思考が習慣化できると、あらゆる取り組み方法が溢れるかのごとく、次々と考案できる。すべての案が正しいわけではないが、複数あるアイデアをチームで検証して、ベストな行動となる選択肢が選択できるわけだ。保守的思想を持つ人たちは、今まで通りの方法でうまくいっていたのだから、変えずに継続すればいいじゃないかと、楽観視する。しかし、これでは、今後、長い人生を生き抜く中で、時代に取り残されていくことは必至だろう。このまま何も変えなければ、周りの人たちは何も刺激を感じなくなり、仕事に退屈さを感じてしまい、気がつけば、周りには誰もいなくなってしまう可能性が高い。現状に満足することなく、常に新しい何かを考え続けることを習慣化するのは難しい。これを一日でも早く習慣化するには、今まで当たり前に行っていた業務フローを紙に書き出し、項目別に切り分けをしてみよう。項目別に疑問に思っていた取り組み内容が必ず発見されるはずだ。取り組み内容のフローは 120% 完璧だというものは存在しない。繰り返せば繰り返すほど改善点は必ず発見される。このような向上心が常になければ、仕事や組織は時代に取り残されていく。永遠にうまくいく王道フローは存在しないことを肝に銘じておいてほしい。多くの人は安定を求めてしまい、新しい取り組みを求めたがらない。しかし、この習慣と正反対のことをしなければ、長期的な成功は見込めないだろう。
その8、成功しない人は枠にとらわれたがる。このやり方が当たり前だから、この方法以外を試すのは怖いから、これって常識だよね、普通だよね。このような考え方にとらわれ続ける人は成功には程遠い人たちだ。そもそも考えてみてほしい。今や皆様が日常的に使っている普通や常識という言葉はどういった定義なのだろうか。普通や常識の振れ幅はどこからどこまでなのだろう。本質を理解せずにこれらの言葉を使い流してないだろうか。普通と常識の枠にとらわれていたままでは、周りの人たちが感動する成功は生み出せない。なぜなら、普通と常識は感動も何も生み出さない生産性のないカテゴリーだからだ。頭の中にこの2つの言葉がまとわりついていては、斬新かつ画期的な成功への近道となる方法は生み出せない。よく考えてみてほしい。名前は挙げないが、今まで歴史に残る成功者たちは普通と常識という概念にとらわれていただろうか。人に笑われることやバカにされることを恐れ、枠に入ったままだったか。そんなことはなかったはずだ。もし皆様が本当に心から成功を収めたいと思っているのなら、周りの人たちが当たり前のように口にする普通と常識という言葉に常に疑問を持ってほしい。この二つの言葉を口にする人たちと同じ枠の中にいては、成功には一歩も近づけないことは当然だ。その吸収感を変えるには、日頃から新しいことに挑戦してみよう。長々と様々な変えるべき習慣を書いてきたが、人間に染みついた習慣を変えるのは容易ではない。よって、習慣変更に対応できる柔軟性のある感覚を作ることが大切になる。仕事での習慣を変える前に、自分自身のプライベート習慣を変えてみるのが良いだろう。例えば、新しい趣味に取り組んでみたり、今まで苦手分野だと思って避けていた分野にあえて没頭してみたりすると、効果は自然と見えてくる。例えば、あなたは苦手意識のあるパソコンを率先して覚える努力をしたと仮定しよう。パソコンは非常に便利なものだが、苦手だと思う人が多いジャンルでもある。しかし、覚えてしまえば、自分の中でのプライベート習慣が変わる上に、情報収集力も上がる。さらに、パソコンに挑戦したい人へ知識を共有するという助け舟を出すこともできるようになり、自分自身が変わったような気がするのだ。パソコンを覚えようと言い続けて実行できていない人は意外と多い。実行できない人は新しい習慣を自分自身に導入できないという保守的思想になってしまう。今のままでも不便はないしと、あたかも正当性があるかのように自分に言い続けて習慣を変えることを避けてしまう。これでは仕事でもダメな習慣を変えることは不可能だろう。常日頃から自分のあらゆる習慣に対して厳しい目を持つことが非常に重要である。まさに自分に厳しくだ。これを読んでくれたあなたには、早速以前から始めたいと思っていたけど避けていた分野に挑戦することを実行していただきたい。きっと自分の習慣作りに対するスタンスが変わることだろう。その10、今日から実行してほしいこと。ここからはこの書を読んでくれた皆様に今すぐに実行してほしいことだ。まず、この書を読んで自分が当てはまると感じた箇所をピックアップし、その経験をメモに書き出してみよう。スマートフォンやパソコンのメモソフトへ書いてもいいだろう。その経験をできる限り鮮明に思い出し、この時本来はどのように考えて行動するべきだったのかを分析してほしい。自分が犯してしまった失敗経験を回想するのは、出来事によっては非常に辛く感じることもあるだろう。しかし、習慣を変えるには痛みも伴ってくる。成功するには痛みが伴うのと同じ理屈だ。しかし、この辛い失敗経験と向き合えるようになった段階で、皆様はあらゆる物事に真摯に向き合うという根本的に必要な習慣が身につくのだ。成功する人の習慣は、物事や多くの人たちと向き合わなければ身につくことはできない。失敗経験をもとに改善方法を書き出すことができれば、皆様は成功する人の習慣を身につけるための大きな一歩を踏み出したと言えよう。あとは、習慣の改善案を文字として見える化して、自分の部屋や職場のデスクに貼り出して実行する努力をするだけだ。スマートフォンの待ち受け画面にすることも非常に有効で、これを併用すれば嫌と言いたくなるほど自分が組み立てた習慣の改善案が意識に焼き付けられるだろう。後書き。様々な習慣事例を書き記してきたが、成功しない人の習慣すべてに存在する共通点がある。
それは失敗から自分自身を守るために現実から逃げようとすることだ。これは自分自身を守るために根強く習慣化されてしまい、中毒性も非常に高いものだ。改善も容易ではない。しかし自分自身の根本的改善を強く求める意志さえ持ち続ければ必ず変わる。一番の悪は自分の責任から逃げる続けることだ。自分自身の犠牲を顧みない姿勢を持たなければ成功には近づかない。成功には自分自身の心身の犠牲が必要不可欠なのだ。しかし犠牲にした分、それに対して支払われる対価は何にも代え難い価値のあるものになることを約束しよう。自分自身の身と心が削られることを恐れず、あらゆる物事に真摯に向かい合うこと、苦手だからという意識を恐れずに立ち向かい挑戦し続けること、この2つを意識し続けてほしい。